んは。イエイ。ありがとう。やったやった。お、最高でした。スクショタイム急にめっちゃ見てたよ、ありがとう。公演ぶり。メイク、私メイク薄いかなんか。お、お疲れ様です。チンが一番好き。今日メイク薄かったかな。楽しかった。イエイイエイイエイ。当選しました。お、なんだっけ。MC が素晴らしい存在があった、私。嘘。どうだい。イエイ。似合ってる。やったー、よかったー。大丈夫。昨日、あ、ありがとう。お疲れ様です。あ、おー、ありがとう。キラキラ感すごい。本当？汗だく。中学生？え？ん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 ？MC 良かった。嘘。なんか確かに今日なんかすごい笑ってくださってたような、たくさん目があった。イエーイ。こっそり見た、こっそり。さやんしか見えなかった。おー、可愛すぎるだろう。可愛すぎるからあ、これ見に行ったよ。チンテイ最高。イエーイえ、嘘、やんだ。んこんばんは。うん、昨日はありがとうございます。洗練されてきてる、あの真面目な顔するところで2回もいいですありがとうみんなDMM さんでも確かにレスできたかな。うん、申し込みもありがとう。輝いてる。また次も楽しみです。あ、次ね。バッチリだった、よかったよかった。ということ、ひまわりは、ひまわりよかったかな。嬉しいな。ほんと、最後のシーン。目の前、最善の目の前来すぎて照れた。照れるよね。私も照れるもんな。うん、昨日もありがとうございます。うん、再会ね。さやちゃんのツインかわいい。筋肉痛、そう、筋肉痛やばかったよ。本当にカービィ並みにかわいい。いや嬉しいね、カービィかわいいもんな楽しかったよ、よかった。マレムシのお家連れてみたい。そう、
うん、初め一番後ろだったけどめっちゃ楽しめた。おお、よかった。筋肉痛わかんなかった。見に来たよ、ありがとう、嬉しい。カービィに勝ってる。そうよ、カービィに勝ったんだし。カービィまだ使ってない。まあ大事に保管してる。変えたくて、なんかリリーベでなんかどっか痛くなったんかなと思って、リリーベの前にもさレッスンしてて多分それでかなって思ったんですけど、なんだろうね。でも結構みんな2期生に聞いても筋肉痛じゃなくて、じゃあなんだろうと思ってたんですけど、私が頑張りすぎたのか何なのかね。いいですね。最高最高最高しすぎて足をあの痛めてしまったのか分かんないですけど、あ、そうかもしれない。寒かったけんそれで筋肉がこうこわばってかもしれないですね。そうそう、なんかね、太ももがめっちゃ筋肉痛で、太もも筋肉痛やばい太ももの筋肉痛はやばいですね。もう歩くのが変になっちゃう。でもなんか公演の時はまだね、アドレナリンかなでね乗り越えれたけど、うん、リハーサルの時とかビンゴとかも痛すぎてビンゴと僕の対応終わった後の足をそうガクガクして、お疲れ様です言ってたもんね ロボット今全然大丈夫ですね。なんだろう、なんだったのか、ロボット歩きしてた、はあ、そう、本番大丈夫だったの、よかった。スクショタイムセーブしてて、サヤンちゃん、これ楽しかった。サヤンもおもちゃのうち、ああありがとうございます。サヤンとおもちゃのうちわのこと思った最近ももちゃんと私の推しの方多いんですよ。なんか時期によってなんか変わるんですけど世界一のお酒、そう一応巻いてるの、どうぞ巻いてるの。終了早っ。二人がいいんだもんね嬉しいですね。でも私とおもちゃん推しの方は兼任が多い兼任駅ですか、ツインテール兼任押しまし。押しましみたいな。あ、タグ付け、なんだろう、言わなくなる。
あ、そうなんだ。高崎彦たもしわ。高崎彦たもしわ。元か高崎彦が好きでっていうか入れないですけどね。ST の動画漁ってたらみんな好きになって困ってるって。いやー嬉しいなー。なんかみんな好きになったの。おっと、まあそれは話し会で話しましょうね。そういう感じの、ちょっと話し会で話しましょう。グループは別だよね。そうそうそう。ふふふふふ。発酵しの方もそういますね。こんばんは。かわいい、嬉しい、ありがとう。確かに箱です。ちょっと一回更新しちゃった。いい、最近さえが気になって困ってる。いいではないか。サインしか、サインしか欲しい。サインしか、サインしか勝たん。おー、サイアン楽しい。そうだね。最強ツインテールやん。せいちゃん、しんさん、やっしーさん、さとるんさん、ひでさん、キラキラのさとさん、しでさん、みゆみよさん、キラニーさん、あおちゃん、なりさん、レイクさん、ひらりんはったさん、たんさんせんべいさん、かずさん、田辺さん、タイタンさん、ナオナオさん、クニヒコさん、ありがとう。リョウジーさん、頑張った、ありがとう。マイセンさん、タコ、ありがとう。セイヤンさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。ナリパーさん、ピラニーさん、大西くん、ヨッシーゾンビさん、おばけ、マサトシさん、うっかりあんこさん、オノピーさん、メガパイトさん、エビスさん、レッドレーサーさん、ありがとう。バルタン太郎さん、ゆいちさん、ツエールさん、鳥取太郎さん、サトルンさん、キイチロウさん、ミツルンさん、ありがとう。ヒラリーちゃん、藤田もつさん、キイチロウさん、マサトシーさん、イクゴピョンピョン、ヒデのヒデさん、ガッキーさん、ありがとう。ツインテールめっちゃ似合ってて可愛いよ。やったー、可愛いよ、嬉しい。
あ、ありがとう。また来てくれて。何時来る？最強？ヤッホー、一段とまぶい、似合ってる、よかった。671やったねん。かわいすぎじゃないか、最強、最かわ。福岡の子かわいい、最高最高、めっちゃかわいい。話し会初めてだから緊張してる。あーそっか、30日もうすぐですね。大丈夫だよ。確かにこの1週間ぐらい結構いろいろイベントがありますね。10月の後半になってから。成功、うん、ありがとう。話しましょうね皆様。確かに久しぶりだもんな。こんばんは。ドキドキ。ヘタレなの？おー、ありがとう。あごのせ。確かに。ロックオンさん、レインさん、キチネさん、あ、ゆめちゃん、くもありがとう。ありがとう。もっちゅう、もっちゅうさん、おのぴーさん、リンさん、キチネさん、F 渋谷さん、テルさん、ありがとう。可愛いです、ありがとう。あ、そうなんだ。やった、嬉しい。確かにツインテールなのかクマなのか。レイダウンの表現力めっちゃ好き。おー、そう、レイダウン結構褒めてもらえますね。うん、昨日ありがとう。嫌いじゃないです。積んでる。面白いな。
今日そうダンスの先生にも高尾レーダーの目いいねってレーダーをした時に目いいねってメカみたいな。そう、少し編み込みしてる。ヘタリビソウってツボでした？あー、ツイートか。雪かな。結構ね、レイダウンはね、なんか前に来る曲なんだよね。だからちょっと見せ場なところもあるかもしれん。松茸ご飯まだ食べてないですね。秋のご飯かっこいい感じで。お、カメラありました。確かにレーダーの時いつもなんかあのカメラさんの赤い点滅がある気がする。やっほそうそう。私のそばが あとなんだろうな。なんだっけ。レイダウンと。そんなコーナー分けてたかも。今日はサーヤンのベイレータの色分からなかったからおろ一列目でレス送ってたよ。サーヤン気になってます。ありがとうありがとうそんなこんなもういいねって言われた。そう、私のペイライトカラーはね、赤と黄色ですね。覚えやすいかな。うん、ありがとう。いいね。でも今日は結構今日はね、そうそう、お見送りはね、
ありまして、推し編そう、私間違えじゃなければ、推し編あれみたいなあれと思って、結構ねペンライトの色とかもなんか変わってたら気づくんですけど、特にひまわりの時とかはなんかあれなんかあの方って私推しちゃったっけみたいな思って、後から見たらあそっかそっかそういうことかみたいな思うんですけど、なんかお見送りの時に気づいて、あれみたいな、私の私推しだった方が違うメンバーのうちわと洋服も洋服もしかもねしかもね、なんで気づいたかっていうと、その私の近くの子に変わってたから私と目が合わなくて、でも見てあれ？と思って、もうその子しか見えてなくて、私の存在はねもうねなかったんですよ悲しいね悲しいね、そっか、もう私はもういいんだと思って、でも私はずっとファンの方のことはやっぱりずっと好きだから、はい、もしかしたら理由があるかもしれないからもしお話し会とかね、でちょっと理由聞きたいな、今聞いてるかな、もしかしていやもしかしてこの話聞いてくれてるかな、見間違いではないですね、ずっとね私のことを応援してくれてて、サイアンシカだったの、でもなんかだんだんと違うメンバー好きってなってて、時々こううちわとかもなんかこうその子に変えたいとかしてたけど、それがまさかもう私の存在をが消えるほどそうなってしまうとはね、あら
逆に新たにサーヤンをし始めようと思ってる。本当に？それはね、すごく嬉しいです。そう、なんかこんな感じなんだと思って、なんかこう、こんな感じなんだと思いました。だから押しマシの方がねいいですね。こんばんは。いえいえ、全然。何、いろんな方が好きな方もそりゃあのいるのも知ってるし、全然そのそう、そことはまた違うんですよ。ありがとう。でもね、こうどんどん新しいメンバーが入ってくると、きっとこういうことはね、もっと増えると思いますので。でもそれって人それぞれじゃない？私本当思うんですけど、なんかみんながそうじゃなくて人それぞれだなと思いますね。そのいろんな子が好きっていう方もいれば、ちょっと一人しか見れませんって方もいるし、人それぞれだから、だから逆にこういっぱい好きな人がいるのに一人になると、無理やりしなくてもいいし、一人しか見れませんっていう方がなんか無理してこういろんな人好きになるとか、そういうのはなんかなくていいかなと思います。そうそうそう、そこはね分かっておりますのでね。うん、やっぱり一番は楽しんでもらうことが一番だって思うからさ。私はそういろんな人が好きっていう方がいたら、あ、いろんな人が好きなんだなって思うし、そう、そういう、私はそういう心ですね。だから誰々推し、違う推し面、違う面を推してる方でも私のことを好きですって言ってくれることも嬉しいし、そうなんですよ。そうだね。でも私はそう、まあ少しでも私のことをこう好きって思ってくださってた方のこと、私はもうずっと好きなので、それはそこはねありますね。そう、なんかね、そうサーヤンからこう STU 好きになりましたって方もそう結構おられてね、嬉しい。
そうでございます。そうそう、ありがとうございます。片思いとか言わんでよ。片思いって何？片思い。本当？ありがとう。ねえ、そうなんだよ。そう、サイアンからエステハマりましたって方結構おられますね。そしていつの間にか好きな子が増えてますね。好きなメンバー増えてますね。笑って感じよ。あ、ありがとうございます。でも STU 好きな時は嬉しいですね。私も STU 大好きだから、やっぱりグループのこともだから、その同じ仲間というか。そんな感じで。そう、今日ツイッターです。そうそう。増えてるけど一押しでガンス。それは嬉しいよ、本当に。なんか一押しはね、固定でだったらいいなって思うんですけど、どんだけ好きな子増えてもちょっと、うん、一押しっていうのはちょっと、あったらいいな。サイエンスカとか言ってる。あ、ありがとう。あ、まあそういうちょっと細かいことはもう話し会でね、話しましょうね。うん、はい、よろしくお願いしますね。そうです、ツインテール。なんかリアル話し会のさ、詳細出ましたよね。ねえ、チェックチェック。皆様、あ、関東の関東の会場のが出ましたので、皆さんチェックチェック。4枠、あ、4時間ってことかな。おお、なんか前回3個やった気がする。へー、
増えたの。増えました、わーい、皆様増えましたってことは、結構お話できる方がもう抽選で当たる方も増えるってことよね。嬉しいですね。あ、千葉、関東は千葉か、幕張、そうなの。なるほど。10万出しできる。なんか前回確か制限ありましたよね。3枚だっけ。前回5枚か。増えた。増えたんだ。確かになんかまとめの方がね、そうちょっと大変そうだったからよかった。よかったよかった。でも結構組み合わせは自由でしたもんね。ループが楽しい。あ、変わってない。お話から30枚。あ、それも増えたんか。ほうほう。確かにマイクね、聞こえやすくなったらいいけど。なんか知らん。全然分けるのとそのまとめと、まあ、それは人それぞれだと思う。私は全然どっちでもファンの方それぞれでですね。あ、そのねえ、マスクどうなんだろうね。マスクしたらね、もっとね声が取らないからね。めっちゃもう私テンションあんまり変わらないかも、朝も昼も。ただ急に昼ご飯食べたらね眠くなる時はあるよ。昼ご飯食べたらなんか眠いなみたいな時はある。どうなるかしら。みんなそう。なんかもしかしたら昼ご飯の後はちょっとゆっくりしてるかもしれない。あ、前回と同じか。前回はね、そうファンの方もメンバーもねマスクして、で2メートルぐらいかな離れてて、こうあとビニールシート越しだったんですよね。でもマスクしてても目の前に言うだけで嬉しいって。そうだよね。
それでも直接会える機会があるのは嬉しいですね。確かに、あ、ビニールシートじゃないっけ、なんだっけ、ビニールシートじゃないっけ。透明のアクリル板かな、あ、それそれそれだっけな、あれアクリル板あったっけ。ちょっと記憶がどんどん、アクリル板か、あったあった、アクリル板でしたね。ビニールシートはちょっとあのあれか、シワシワのやつ。うん。いやでもお見送りできてることも今嬉しいからね。お見送りあるのもだんだん、だんだんと本当にどんどん。ね、戻りつつ合ってるからさ、このままね行きたいですね。やっぱ思いっきりやっぱりおめ、うん、次は話したいですね。お見送りは声を出したらいかんって言われとるけ、あーまた消えたかもしれんギフト。ナオキさん、A ちゃん、キチネさん、メガバイトさん、ありがとう。握手会ね、本当になんか、うん、お話できるだけでも今はすごくそういう機会がない頃に比べたら嬉しい。目で語れる。ね、そうそう、本当になかったから去年かな、去年やっとできるようになったけど、それまで全然なかったから、私そうすぐ握手会がこれから行けるよって時にね、ちょうどねこのご時世になったから本当に話す機会全くなくて、ファンの方とこのショールームとかしかなくて、うん、ありがとう。そう、公演とかもね、あの無観客だったからさ、本当それこの公演に比べたらね、今すごいありがたいなって思うんだけど。だから今日があれだよね、
2年前にあのオーディションの最終日かな、今日がなんだっけ、ショールーム審査かな、最終オーディション、そうなんだよ、2期生が来ますってなったらね、ん来ますってなってショールーム審査があって、そうそう、お、ありがとうございます、待ってますね、最終日だ、そう、10月27はもうなんか、なんて言うんだろうね、合格発表みたいな感じなのかな、お手紙読んだ日、うん、それだそれだ、確か2年って聞いたらどうなんだろうね、でも私は結構、あ、もう2年も経つんだっていう感じが結構ありますね、なんだろう、うん、なんか私オーディション受けたのが20歳20歳だった頃、なんか懐かしいですね。なんか早いですね。もう2年も経つんだと思って。2年間ね、そう、もうすぐね誕生日だから、こんばんは、でもこの2年間でたくさんいろんな方に出会えたなとも思うんだけど、タピオカ大好きだった頃、いや待って、イエモン好きですよイエモン好きですよ、そう、過去形じゃないからね、もうそう、そういう今のね感じじゃなかったら、なんかたくさんの方に出会って、もうライブとか公演とかも何回目だったんだろうとか思ったりしますけどね、なんだ、タピオカキャラって何、タピオカキャラになるん私さ、なんかタピオカなんで、何だったかな、絶対の足も可愛かった、嬉しい、ありがとう、そう、今もや好きな設定じゃない、本当に本当に好きなの、本当に好きで、そうそう、そうだよ、タピオカ本当に好きで、でオーディションの子、私そう、なんかそう、その頃は20歳で、そう、受けてて、ちょうどタピオカ好きですってそう紹介をねしてたんですよ、
そしたらなんかコメントかなんかでこうバカ作りみたいな書かれてて、ちょっと待ってみたいな。待ってよ、のこの年代一番飲むからみたいなって思ってたよね。今それ思い出した、なんかそういう時もあった、そ, そんなコメントもあったなと思って今思い出したわ、なんかそんなことないよねねえ、そんなことないよね、一番飲むからねてかもう誰だろう、でもいいのかね、もう そうだ、誰だって好きだったら飲むから。あ、なぎっぺ、なぎっぺちゃんありがとう。20で飲みますだよね、本当にもうほらいるでしょでしょあの承認もうびっくりしたんだから、もうそのコメント見て私えと思ってそうそうそう、全然怒ってないけどね。そうそう、三度見、そう三度見するくらいの感じよ最近高尾さやかちゃんにやられました、やられましたやられちゃったの嬉しい、つだれだとかじゃなくてやられちゃったの。そうパッて今ちょっと思い出しただけですよ。あ、そういう時期もあったなみたいな、そういう日もあったなって、そう2年前ね、はい、次はなんだ、ライブ？何ライブだろう。時々ね、そう言われたことはね思い出しますよ。あ、ラインライブか。違うかったかな。F 渋谷さん、あ、なぎっぺちゃん、くもありがとう、ありがとう、嬉しい。アーツさん、ありまるちゃん、せいやんさん、きいちろうさん、ありがとう。500回も、おお、ん、ん、なんだ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 、あ、どうした？
どうしたどうしました？ゆういちさんゆういちさんどうしました？どうしました？何かありましたか？間違えてない？もしかして、もしかして間違えた？マスクじゃなくて、すごい言われてる気がする。クリスチャン。いやいやいや、そう、全然メッセージ、ここどこだっけ、あれ、推し編ではないんですかね。推し増し、推し編ではない、私の誤解ですよね。間違いかな。私の誤解でした。はい。ごめんね。
去年中止です。そうなの？え？そうだったの？じゃあ私のあの間違いですね。いや本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。ちょっと私のあの間違いでしたね。そうだよね。だって私のファンの方は。そうだよ。強靭な人が多いから。教授の人が多いからね。なんかこんなにも楽しいですね。面白いそれは。強靭そっちの強靭違う違う、強靭は強いやつですよ。ちょっと違うからね。強靭は強いですよ。強いあの人ですよ。決してその強靭あっちじゃないですよ。そのそっちの方じゃないですよ。そうですよ。そう、強靭、そっち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 ですよ。うん、さすがにそんなあの急にそんなあのパワーワード言わんわん。はい、そう、めっちゃ褒め言葉ですよ。大丈夫です。じゃあごめんなさい、ゆういち。弁解お城タワー。え、でもお見送りの時さ、目合わなかったよね。なんかめちゃめちゃさ、ピンクの服着てさ、まピンクの服着てたよね。でも私一押しで大丈夫。まだ一押しか。お見送りでちょっとお見送りでちょっと何の。お見送り。ちゃんと赤と黄色のペンネットに変えてた。いやでもありがとう本当に。だからちょっとサヤン一押しをアピールをお願いします。はい、私のペレットカラーは赤と黄色です。ごめんね。
全然ごめんと思わなくていいよ。全然私その何そうなんて言うんだろうね、そうあんな方の幸せが一番なので全然ね、いいんですよ。そう、怒ってるわけじゃない怒ってるんじゃなくて、まあ、ちょっと悲しいなって、やっぱ教えはね悲しいなと思って思ったけど、でも私のそう勘違いだったから、だからこれからはサーヤン一押しをもっとアピール、みんなだよ、みんなしてよみんなしてよ。そう、私はすぐこうやってそうだよ、おい、おいおい、まあそんな感じで。今日も一日が過ぎようとしています。まとめ方下手すぎて。いい一日でしたか？でも私今日さ、今日の公演特になんかなんだろう、気になってくれたこと多い気がする。先ほどからコメントでとかでなんかよく見るような、嬉しいな。いえいえ全然ですよ。気になっちゃった、気になってます。ほうほうほう、え、髪型とメイク、髪型はそう、なんか今日ツインテール、体の使い方が上手くなった。あ、え、そうなの、目があっただけで好きになりそう。え、いつかで、うん、公園ね、そうですね、いつかは来てくれたら嬉しいな。気にはなってる気にはなってる、ずっと見てました。おー、滑舌のファン炎上路線、おー、ほうほう、ポンポン体に目を奪われる、ほうほうほう、なるほど。あー、生きり方のね、そうビンゴね、そうなんか生きりかにもたれかかよ、かかろうと思ったらさ、生きりかのその首、背中と首の間にフィットしてめっちゃいい感じだったそうそう、気になって、あ、そういうこと。いや、すごい、ほんと友達とかのさ、のなんだろう、紹介拡散とかで気になってくれるのも嬉しい。そうそうそう、いい感じでした。
いい感じにフィットしてさ、これいいなと思って。庭師、あーそうだね、端の席。結構私端っこ多いからさ、確かに端の席の方よく見る。ほうほうほう、太陽。独特な人。そう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 。センターはあんまり行かないですね。2番とかで行ったりするかな。お、ありがとう全然嬉しいです本当に。お、僕の太陽公園なんかあるよね。11月も生誕祭だ、がある。あと僕恋も私なんか出る。あ、なるほど、みんなの視線の真ん中にいるからね、そういうことね。2日間3公演。おー、そうかそうか、すごいぞすごいぞ。それはあ、そういうことか。ヘレートね。よかったよかった。確かに生誕祭はね、11月はいろいろあるね。今週？来週か。来週はなんかいろいろあるね。そうだ、アンナちゃんもそう、僕恋、うんですね、楽しみだな。アンピそうそう、26に SKE さんとのコラボのなんかね、ニコ生さんでの配信がありますね。そうなんよ、びっくりした。うん、うん、初めてだ、初めてでございます。そうそう、すごろくゲームするのかな。そう、 SDU チャンネルです。やばやば、その多分アイドルさんと他のグループの方と話すのって私多分初めて、この今までなかったかのような気がするんですが、こういうお仕事とかで一緒になって何かするのってた
多分虫と見せる発動やばいやん。大丈夫かな私。ちょっと猫になるかもしれん。仮猫発動。そうそう、なかったからさ。でもすごろくゲームするからもしかしたらなんかちょっと雰囲気が気軽な感じになっていいかも。いや、もうどのグループさんでもね、そうなりますね、多分。そうそう。やっほー。コッペさん、ロックオンさん、リュウヘイさん、ライムちゃん、パイノミさん、タケポーさん、ミツルンさん、アオちゃん、シナさん、ありがとう。ニホリに人見知り、あーしなさそうだな、わかんない。私最初ミホリンと一番最初2年前ぐらいかな、合格してからのなんか面談みたいなやつでミホリンと会って目が合った時にめっちゃ笑顔で目を合わせてくれて、なんかなんだこの子はってなんだこの子はってなった。可愛すぎて全力スマイルだったね。そう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 、びっくりした。こんな初対面で初めて目が合ってこんなに笑いかけてくれる子っておるんやみたいな。ミホリンかなんて言われてる、最近なんて言われてるかな、あ、さやかって言われてるかもしれない。私もなんかミホって呼んでるかもしれない。謎に。なんでだろう。なんでそうなったかわかんないけど。その呼び方になってパセリが嫉妬してた。まだパセリは何なの、もうもうみんなにさ嫉妬して、そうだよ、パンちゃん、パンちゃんでしょ、だってパセリが好きなの。パンちゃんでしょ。うん、そんな人パンちゃんでしょ。
やばい、この話題はやばいぞ。戻ってきたぞこの話は。やばいやばいよ。なおなおさん、しんじさん、鳥取太郎さん、ありがとう。カラオケ、カラオケ雪ですね。なんか歌うか。もうルーマン、はあ、誰合いはあかん、誰合いあかん。ちょっとこの中で下手立ちよってあるのかな、またないかな、ちょっと探してみようか。聞いてみ、見てみますね。まだらしい。あ、早い早い、情報早い。情報早いな。ね。じゃあどうしようかな。誰はだってもうこの流れだよ。あのちょっとあのガチ感が増すから。お、ありがとう。下手たちをないらしい。まだガチ感、本当に気にしてないですからね。そう、はい、可愛い曲ね。あー確かに君はメロディー歌うか、オーディション2年前ね。うん、なるほど、そうなんか、そうだよ、伝説の3秒。
春の魔法に日差しは変わって、人も街もカン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 やばすぎ終わっちゃった。遠い昔の記憶の彼方に、忘れかけてた二人のフェバリーソン、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を越え君はメロディーメロディー、懐かしいハーモニーハーモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた日々が蘇るよ。君と歩いたセンター街から通りに抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して、今の自分に問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来、眠ってた恋が目を覚ます。甘いメモリーメモリー、夢を見たゴリです、ゴリです、さよならに込めた永遠こそ僕の誓い。不意にメモリーメモリー、面影も鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は今でもまだ。振り返るように君も思い出すだろうか。あの頃いつも流れた、懐かしいハーモニーハーモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今も、こんなメロディーメロディー、きっとどこかで君が会って口ずさむだろう。思い出は時には優しい。口ずさむだろう、いつの日にかあの頃のメロディー。ありがとうすごいよね、これで通過したから本当に。なんかでも最近その場にいたスタッフさん、その場にいたっていう方いたっていうことを知ってるん、スタッフさんがその場にいたってことを知ったのよ。で覚えてる覚えてるって言ってて、えって思って、あえいたんだと思って、その場にいた方がびっくりしたよって言ってて、すぐ
終わっちゃったから前奏20秒の子みたいな、でもちょっと笑いが起きてたよねみたいな言ってて、あ、ちょっと笑ってたんですねって言って私はそんなことも 見てもなかったから、笑いが起きてたみたいですねやっぱり。うん、私はもうそんなの分からずに必死にいたんで分かんなかった。そうだったんだと思ってあ、本当に今さっきカン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 って言ったけど、それまで30秒間だったからアピールタイムが、こんな感じですね。全然気にしなかった、笑われてたんだ私知らなかったな。深夜オメガさん、クラゲさん、タケポーさん、ジャッキーさん、クニヒコさん、カタムツリさん、ありがとう。ロンサムさん、ワンタロウマルさん、ノブイチさん、アオトさん、ゆめさん、ありがとう。はあ、次何歌おう、ありがとうちょっとまた詳しく聞きたいですね、その話は、その方に。最強ツインテール歌えるかな私。ちょっと長いこと聞いてないな。歌えない気、なかった、最強さんなかった。ハートが遠いです。最強さん、待って、セリフやばい、セリフやばいよ。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうな着いた。いい人だとは分かったけど、あるてタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう、私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、出せないのよ。ハートがたウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ。あ
なたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。おお。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れて。でいなかったよ。純粋な目をした人中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聴きながら泣いてたり、女の子の上の空を見よう。跡形いいですわ。性格変えちゃうみたい。あなたに熱上げてゆく。息苦しくなるの。頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。絶対にやりえない、そう思ってるのに。なんだか私あなたのことが好きみたい。合ってますか？ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。いい曲いい曲。ちょっと2番。すいませんね、2番。すいません。よかったよ、よかったよかった。何セレフに気持ち。なんか監督いる、監督いるよ。おもかい。じゃあ最後はおもこいで締めよう。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。ピース。どう
くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの、僕は君が好きで君は僕が好きなだけだ、その先のことなんか誰もわからない、いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと。指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる、咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたっけ、うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ、初恋は誰もみんな続かないらしい、何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い、これから先のこと考えたくなる、君と絶対離れたくない、いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ、忘れはしない。イエイ。ありがとう。あら、見惚れてた。本当ですかね。じゃあ次、男女カッター読もうかな。ありがとうございます。やったん。
いいね。かたむつりさん、ありがとう、いっぱい。鳥取太郎さん、おたてさま、ぐでたま、牛平さん、竹坊さん、ありがとう。 A ちゃん、安明さん、橋の湯さん、ありがとう。炭酸せんべいさん、ワンタロウマルさん、ヤシトさん、ナオヤさん、ケリーさん、サシナユさん、いっぱいありがとう。ヌシマユさん、ありがとう。ありがとう。レッドレーサーさん、ありがとう。イモケンピーさん、テルさん、あら、かたむすりさん、いっぱいありがとうございます。いいよ。パチパチ。今日は伝説な伝説やったね。私今日公演してたっけ。なんだ。あ、ありがとう。さっき、皆さんゆっくり休んでね。大丈夫かったっけ。あ、え、髪型これで、ここが本当もう見えないね。どうなってるかな。ここでどうなってるか。どうなってるかな。でもここで編み込みして、ここで止めてます。こんばんは。ありがとう。これ変わるかな。読んじゃおう。今日の一位はゆういちさん、ありがとう。2位は指しのゆいさん、ありがとう。3位は A ちゃん、ありがとう。4位はよしゾンビさん、お、広島。あら、あ、4位かたむつりさん。5位が吉井ゾンビさん、6位が炭酸せんべいさん、7位がレッドレーサーさん、8位がみつるんさん、9位が F 渋谷さん、10位がワンタロウマルさん、11位がセイヤンさん、12位がまさとしさん、13位がくにひこさん、ありがとう。マイセンさん、竹坊さん、コッペさん、リンさん、リョウジーさん、エビスさん、シノさん、ヒラニーさん、キチネさん、最強ツインテールヤン、メガバイトさん、ナオナオさん、ロックオンさん、アオちゃん、オノピーさん、ナリーさん、ヤシトさん、おたてさま、大西くん、ありがとうございましたちゃん、
32位がケリーさんです。ありがとう、今日もありがとうございます。マエジャパンさん、シンさん、ありがとうございました。ちゃんありがとう、うん、ありがとう。お疲れやん。僕の好きな最強ついてもっともっと好きになる。レアでした今日は特に。もうあんまりツインテールっていうか初結びしないようにねなったんだ。でももうもうすぐ誕生日来ちゃうから今のうちにしとった方がいいのかなとか思ったりさ。ほんと？またまた行きますよなんか面白いあそうだね、じゃあこのまま行こうかなありがとう、今日は本当に見てくれてありがとうございました。また明日。お金かよかった、本当にいつもありがとう、褒めてくれて嬉しい。おやすみ、ゆっくり暖かくしてください。